参りましょう。虎の館と知って飛び込んでくるか。その度胸やよし、歓迎するぞ。お館様、本日までの鍛錬、この雪村めに示させていただきたく。よかろう、やってみせよ雪村。うらー、俺たちも負けてられねえぜ。勢いは敵軍にある、今はしのぐ時じゃ。ははっ、この雪村、今燃えずしていつ燃える。武田にサラダアーミー、いざ日の元に、この雪村アーミー。武田が心へ来とは、早くこと風のごとく、これすなわち先手必勝なるや。では問うが、その速さに兵法はある。兵法？それは上杉殿、いざ勝負。若き日のあなたさえ、きっとこのようだ。世に乱れ、無明に惑うは人の子。武田が熱き魂たゆることなし。ありゃ、勘弁してよ。雪村、不甲斐なし。この雪村、意志なき風にことは運べぬと知り候。反省だけなら猿にもできるってね。この際だ、しっかり学びなよ大将。マサリ星が流れる先にすぐに始末。うん、このわしが見ておるぞ。へい、一撃必殺、まさに効果は抜群ですな。ついてないね、オタクもさ。ん？理由？まあ聞かなくてもすぐにわかると思うけどね。静かに癒すこと、林のこと。大将、俺様が時間稼ぐ間に気合い入れ直してよ。一人の望みを叶えんがため、あまたのムクロが立ち並ぶか。あんたは春日に貸せよ。いや、聞かなかったことにしてよ。さらにも優しく忍びなのですね。俺たちなんか情けばいってか、この早起き野郎が。俺たちなんかただの小物だろう、見逃してくれよ。はい、俺様のお仕事、本日はここまで。あとは待たせたぜ、大将。よし来た、助け。この雪村、任されて。それはたる一刀、この身の震えが止まりません。これより主の策を進めるぞ。心して動け。敵大将を撃つまでご無理は禁物ですぞ。我らは50人がかりで挑んでも到底及びますまい。
枝が心へ一つ、たぎること火のごとく。男のたぎる肉体こそ明日をつなぐ架け橋なるや。おお、では問うが、その炎は何のために燃やすのか。何のため、それはやめろ、アギギー、ハハー、出直せ、雪村。不甲斐なし。この雪村、今一度己の振り方を見つめ直し候。我らが主を信じよう。ほんの一時耐えるまでぞ。残った陣だけは守り抜かねえと、うちに帰れねえぞ。用心しておるな、武田の相手にふさわしい。見えましたぞ、あちらこそ敵の泣き所。この雪村、また未熟。動かざること山のごとし、熱くたぎりながら、そのうちには常に泣いた心の己を持つのじゃ。承知いたしました。雪村、お主はこらじゃ、敵図を渡れた猛虎じゃ。任せてください。俺ができるのはそれくらいだ。蜘蛛の巣のごとく遮る。ここを通すわけにはいかんのだ。わしが一暴れするしかない。親方様が壊された。神より先に死ぬるが武士、安らかに眠れ。もはや素晴らしき強豪の運びがいもありまする。道場での熱き執念を思い出せ。我らも続きますゆえお進みくだされ。灼熱親方様、この雪村、己の風林火山をついに見出してそろ。ならば示してみよう、雪村。白刀利天の名のも黄金の先。雪村、武田式熱血噴火準備隊長は済ませておるか。無論にござりまする、親方様。先ほどこの力を合わせろ。
思うままにかけ、雪村。親方様、相手は隙だらけじゃぞ、雪村。親方様、負けたが大将の力、存分に竹井振るい。親方様、我が働きぶりどこかで見ておるか、サスケ。この命、武田が未来のために取る。ためらいというものを知らぬようです。息切れなどせぬよう、この体の内まで鍛えている。この雪は道場でまた鍛え直してござる。お主の方が一枚上手であったか。鋭きこと、凍てつく氷のごとし。お主に見せてやる、このわしの風林火山を。初めて相まみえた姿とまるで変わらぬ。それも分身の力か。あなた様、いや、少しお命が。踏みたか生き物、これぞまことの風林火山。御定め、導く。それが私の宿業。どうにも切なきものです。